7月5日の海戦は、第二次世界大戦中の1942年7月5日、アリューシャン列島のキスカ島沖で発生した小規模な海戦である。7月5日の海戦は、太平洋戦争中の1942年7月5日に発生したアメリカ潜水艦による奇襲攻撃。特殊潜航抵抗標的と水上戦闘機及び海軍陸戦隊を輸送するため、 水上規模艦治療だという総船アルゼンチナ丸は、第18駆逐隊の駆逐艦3隻に護衛されて、日本列島本州の横須賀から、アリューシャン列島のキスカ島に進出した。7月5日、キスカ湾沖合に停泊していた第18駆逐隊を、アメリカ海軍のガトウ級潜水艦、グロウラーが奇襲した。グロウラーは、魚雷攻撃によりあられを撃沈し、白縫いと霞を撃破した。 戦隊切断に追い込まれた白縫いと霞は舞鶴海軍交渉で1年以上に及ぶ修理を行った。本記事では日本軍のアリューシャン列島防備強化の経緯と損傷艦の内置祈祷についても記述する。1942年5月5日、大本営は大会令第18号と大会指第94号によりミッドウェー島とアリューシャン列島西部幼地攻略を 明治た陸海軍中央協定が結ばれ、エール作戦成功後のアッツ島は日本陸軍が、キスカ島は日本海軍がそれぞれ防備を担当することになった。第4航空戦隊を機関とする第2機動部隊はアリューシャン方面に進出し、6月4日にウナラスカ島のダッチハーバーを空襲した。だが、ミッドウェイ攻略に向かったナグモ機動部隊は、 アメリカ軍の溶撃により主力空母4隻と従順1隻を喪失した。北方部隊はミッドウェイ作戦の戦況を見て幾度か命令を変更した後最終的にエール作戦の続行に至った。連合艦隊もミッドウェイ作戦部隊から第3、戦隊、第5戦隊、第8戦隊、空母随砲などを北方部隊に編入する。内地で待機していた。 空母随格なども北方部隊に増強された。北方部隊と増援艦艇は、米軍機動部隊出現に備えて、アリューシャン方面で行動したが、連合軍は出現せず空振りに終わった。6月8日、第7師団より抽出された北海市隊は、アリューシャン列島のアッツ島を、舞鶴沈樹府第3特別陸戦隊は、キスカ島を、それぞれ占領した。 当時の防備計画では、キスカの地上兵力は、海軍陸戦隊、12cm 兵射砲 4.7cm、野戦広角砲 4.13mm 機銃炭装、4、炭章等に、キスカ海面防備として、特殊戦航艇4機、陸上固定の4連装魚雷発射艦1、第13区戦隊、東港海軍航空隊の飛行艇6という、貧弱なものであった。 6月9日に、キスカ進出を果たした、東港航空隊主体の飛行艇6機は、偵察や紹介とともに、米軍前進基地の攻撃を実施したが、大きな戦果はなかった。6月11日、連合艦隊は、ミッドウェイ島に配備予定の第2、連合特別陸戦隊、設営隊の一部をアリューシャンに配備変更し、さらに特殊戦法艇も6機に増やした。 大本営は、水上戦闘機6機の派遣を決定した。一方、連合軍は、キスカ島気象観測室からの連絡途絶により、飛行艇母艦ギリスを後火島に派遣した。プビー、カタリナ飛行艇は、キスカ島湾内に、艦船複数隻を、アッツ島に爆車を発見した。まず、アメリカ陸軍の B-24 型重爆が、ウムナック島より発進し、 キスカ島への空襲を開始する。 6月12日には、駆逐艦橋が空襲を受けて損傷した。駆逐艦赤月に指令駆逐艦を変更し、響きは内地に帰投した。6月19日、キスカでタンカーサンマルが空襲を受けて沈没、熊川丸も勝破した。連合軍爆撃機の空襲に対して、日本側は撃つ手がなく、水上機部隊は零式水上観測機4機を残して、 アガッツ島のマクドナルド湾へ飛退した。白山丸と熊川丸も荷上げを中止し、大港に向かった。6月17日発令の北方部隊軍隊区分によるキスカ方面所在部隊は、あよブ防備部隊、協力部隊、水蒸気部隊、基地航空部隊という戦力であった。キスカ島の陸上防備は、舞鶴沈士不第三特別陸戦隊が担当していた。 6月23日、大本営陸海軍部は、大陸命第647号と大海指第106号により、北方部隊によるキスカとアッツの長期確保を指示した。7月1日、第13区戦隊と第5警備隊の第5艦隊編入に伴い、北方部隊指揮官は、英王防備部隊を編成した。英王防備部隊は、第5警備隊、 第十三区戦隊、特設監視艇一隻、基地航空部隊という貧弱な戦力であった。連合艦隊及び、北方部隊は、兵力増強のため、千代田艦長、原田聡大佐を指揮官とする輸送部隊を編成した。輸送部隊は、ミッドウェイ作戦中止により浮いた第2、連合特別陸戦隊、第十一、第十二設営隊、及び、各種兵器、資材、 水上戦闘機6機、特殊先行抵抗標的6機の輸送を命じられた。6月28日、第18駆逐隊は、水上規模艦チオダと輸送船アルゼンチナマルを護衛して、横須賀を出発、キスカ島に向かった。当時の東京湾では、アメリカのナーワル急潜水艦ノーチラスが、活動しており、ノーチラスは6月25日に、白津湯型駆逐艦山風を撃沈した。 続いて、ノーチラスは、横須賀を出発したばかりの千代田輸送隊を発見し、千代田に来撃を観光したが命中しなかった。カゲロウは横須賀を出発し、横須賀陳述所属艦艇と共同で潜水艦総統を実施する。ノーチラスは、爆雷攻撃を受けて損傷、ハワイに帰島した。その後、横須賀に戻ったカゲロウは7月3日に輸送船、六夜丸を護衛して、 同地を出発、キスカ島に向かう予定であった。だが積載の遅れにより輸送船を、菊川丸に変更した。7月9日、影楼は、菊川丸を伴って、横須賀を出発、キスカ島へ向かった。一方、千代田艦長指揮下の輸送部隊は7月4日夕刻に、キスカ島へ到着、キスカ郊外で下白した。7月5日、 早朝、千代ダとアルゼンチナマルは、キスカ湾に入港した。千代ダが輸送してきた二式水上戦闘機6機は、東港空死隊に編入され、直ちに上空紹介を開始した。第18駆逐隊遺3隻は引き続きキスカ島沖で、濃霧のため下白中、ハワード W ・ギルモア艦長が指揮するアメリカの潜水艦、グロウラーの襲撃を受けた。グロウラーは、 戦闘の駆逐艦2隻に魚雷各1本を発射、3番目の艦に対して魚雷2本を発射したという。日本時間午前2時56分以降、グロウラーが発射した魚雷が次々に命中する。魚雷1本が命中して大破したあられは、手法で反撃したが、間もなく船体が分断されて沈没した。白縫いと霞も大破した。白縫いには魚雷1本が機関部に命中し、 自力高校、栄光も不可能になる。知らぬいの戦死者は3名であった。霞には魚雷1本が一番砲塔下部に命中して艦首が脱落寸前となり、艦隔部に歪みが生じて自力高校、栄光も不可能となる。戦死者は10名であった。負傷者は千代田に収容された。また同日には、あが島近海で行動中の第21。 駆逐隊の駆逐艦守備も、アメリカの丹波、急性水艦トライトンの来撃で撃沈されている。わずか1日で、駆逐艦2隻、喪失、2隻大派という事態に、うがきまとい連合艦隊参謀長は、各方面に苦言を呈することになった。第5艦隊参謀長、中澤雄大佐は、第18駆逐隊の被害について、以下のように語っている。 第5艦隊中沢三望長の話、第18駆逐隊がやられた自派第18駆逐隊、派南方から来てひれて浮いたので、キスカについてやれやれと下白した。日没派夕方なるも日の出派当日005例、出厚たが潜入してきにやはり06005ロともし減るので、当時第18駆逐隊、配置度配置につけていたかどうか不明なるもそれも一因、なるべし。下白中を、 戦亡鏡王出出あられ、かすみ、しらぬいと、じゅんじゅんに天ねら火打ちをして行つたよし。その間1500位のところを30分に及び、武法撃行なし。昭和17年7月16日金曜日、高松の宮信人新農著、大井厚社保果編、高松の宮日記第4巻314から315ページ当時の、第18駆逐大司令、宮坂義と大佐は、 天描時刻を遅らせたこと、霧のためを定位置に停泊できなかったこと、アメリカ潜水艦の活動は仮拍地には及ばないと考えていたこと、北方に対する研究が不十分であったことが大被害の要因になったと回想している。潜水艦の脅威当初、アメリカ軍が北方に配備してた潜水艦は旧式の S 型潜水艦6隻だけであった。同年八月までに 北方方面に、計8隻の大型潜水艦を揃えた。これらのアメリカ軍潜水艦は、アッツ島やキスカ島に出動し、日本軍の脅威となった。例えば、アメリカのガトウ級潜水艦グラニオンが、キスカ島近海で行動中の7月15日、キスカ郊外を紹介中の第13区戦隊を発見し、巨雷攻撃で苦戦艇25号と27号を撃沈した。 第13区船隊は、春山敦司令が戦死、区船艇26号を残すのみになった。グラニオンは7月31日にも、キスカ郊外で、カノマルを襲撃した。カノマルは、解剖艦石垣と区船艇26号に護衛され、7月29日に到着したばかりだった。当時のキスカには、カノマル、区船艇26号、不設艇2隻が在白していた。この グラニオンの来撃で、カノマルは、航行不能に陥った。潜水艦に対処する、苦戦艇の沈没は、先の第18駆逐隊の損害と、相まって、日本海軍に衝撃を与えた。危機感を覚えた、北方部隊は、アメリカ軍機動部隊が出現しないこともあり、日本軍空母機動部隊を含めず応援部隊各艦を内地へ帰島させている。これより、 前の7月10日、第一水雷戦隊司令官、大森慎太郎少将を指揮官とする、北方部隊護衛隊が編成され、キスカ周辺の敵戦争等と艦船の護衛警戒を行うことになった。護衛隊各艦は、キスカ湾に集結、まず第二次輸送部隊のうち、アルゼンチナ・マルガ・アブクマとデンに護衛されて、キスカを離れた。次に千ヨダは初春に護衛され、7月12日に、 キスカを出発した。キスカ島に配備された公表敵は基地設備不十分と米軍の爆撃等により、ついに作戦には使用されなかった。キスカ島に残された白縫いと霞は、前月に撃沈された日産丸の残骸に隠れて、応急修理を行った。7月17日、大本営は、大会指第114号により、横須賀鎮守府に対し、 遊雲もが宅地区間調派をして、知らぬ日、霞救難用資材人員の輸送を命じた。派遣されたのは、横章の村田章造や小林勝次を中心とする救難隊であり、公表的関連で、キスカ現地にいた桜井清彦も作業に協力したという。7月19日、影楼は菊川丸を護衛して、キスカに到着した。7月20日、影楼は、 第18駆逐隊から除かれ、第15駆逐隊に編入された。また、第18駆逐隊は、第5艦隊に編入された。霞7月28日、霞は、応急修理により栄光可能状態となった。駆逐艦がみなりに栄光され、影楼に護衛されて、キスカを出発した。栄光速力は8ノットほどであったという。8月3日、 バラムシル島の片岡湾に到着する。霞の栄光担当官は雷から電に変わった。影楼は横須賀に帰討し、第二水雷戦隊の指揮下に戻った。8月5日、電は霞を栄光して、片岡湾を出発、9日、石狩湾に到着した。ここで霞栄光任務をタンカー富士山丸に引き継ぎ、電は主体と合同すべく行動を開始した。 10日、富士山丸は霞を栄光して、石狩湾を立ち、13日に舞鶴に到着した。8月15日、第18駆逐隊は解体された。霞は第5艦隊付属となる。8月31日、霞と白縫いは戦時編成から除かれる。2隻とも特別駅無駆逐艦に指定された。霞が戦線に復帰したのは、 1943年7月以降であった。白の日霞がキスカを離れた後も、白の井も同地に残って修理を続けた。白の井は艦隊中央部で全部と後部を切断し、一番砲道と環境のある前半部に浮力タンクをつけ、浮き放題にしてキスカ島に残す予定であった。ところが実際に切断したところ、全部分は転覆して沈没した。 結局、全長120メートルの内後部75メートルを栄光して帰投することになった。当初は横須賀海軍交渉での修理を予定したが、最終的に白縫いも舞鶴海軍交渉での修理に決まった。応急修理中の8月15日、第18駆逐隊は解体され、白縫いは第5艦隊付属となった。同日、白縫いは電に栄光され、 クセンテイ26号の護衛下でキスカを出発する。20日、片岡湾に到着した。同地でデンは知らぬ日栄光任務を上津丸に引き継いだ。21日、上津丸は知らぬいを栄光して同地を出発、小樽経由で9月3日マイズルに到着した。知らぬいはマイズル交渉で長期の修理と整備に入った。すでに霞と知らぬいは クレチンジュ付予備官となり、31日に特別駅務、駆逐艦に指定されていた。知らぬいが戦線に復帰したのは、1943年11月以降であった。海戦時の司令、艦長らのその後1942年7月5日の時点で、第18駆逐隊は駆逐隊司令、宮坂義人大佐、知らぬ駆逐艦長赤沢慈久を中佐。 霞区駆区官長戸村清中佐影郎駆区官長有本照美里市中佐荒れ駆区官長尾形智恵中佐であった宮坂司令は探検で自殺を図ったが千代田に収容されて一命を取り留めた7月14日末で宮坂大佐は第18駆逐隊司令職を説かれた翌1943年3月20日宮坂は 安倍光気少将、西田正夫大佐たちと共に、予備役へ編入、即日招集された。知らぬ日駆逐艦長の赤沢中佐は、建造中の秋月型駆逐艦両月の偽装委員長に任命され、春光と共に同艦初代駆逐艦長となった。1944年1月10日に両月艦長を退任した後、3月20日付で第10駆逐隊司令に任命される。 6月8日、司令駆逐艦風雲が、米河東急潜水艦兵区に撃沈されたとき、赤沢も戦死した。影朗駆逐艦長の有本中佐は、その後も影廊艦長として、ガダルカナル島の戦いに従事した。1943年5月8日、第15駆逐隊が、嫌いによって3隻とも沈没すると、6月1日府で影朗駆逐艦長の任を解かれた。 霞駆逐艦長の戸村中佐は8月20日府で、浅潮大型駆逐艦満潮艦長,艦長に任命された。その後、駆逐艦谷風艦長や、従順洋艦マヤ副長を経て、1944年2月15日からは、第6駆逐隊司令となる。かつて霞を栄光した、駆逐艦ンが6月11日に、アメリカの潜水艦、ボーンフィッシュの雷撃で撃沈された時も、 第六駆逐隊司令であった。荒れ駆逐艦長の小型中佐は7月31日府で、荒れ駆逐艦長の職務を解かれ、第56駆逐隊司令を経て、翌年4月より、軽順洋艦基礎副長となりキスカ島撤退作戦に参加した。同年10月18日より、秋月型駆逐艦秋月二代目駆逐艦長等を歴任した。ありがとうございます。